ただ画面を初動的に作り込んでいくだけじゃないものを作りたいというのがあると思います。点字の記号的な美しさだったりだとか凹凸の美しさ、そういうものと向き合いながらどう作品にしていくかってことを考えています。点字の持つ可能性をアートに。ブレイクビー、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。牧章作家宮村源、学生時代から書道家に憧れ文字と向き合ってきた彼が今追い求めるのは、見る文字ではなく触る文字。もともと書道っていうのは、その画面をどういうふうに構成していくかっていうところがメインで作品を作ってきていたんですけども、文字という解釈を少し広げて、その点字そのものの魅力をどう引き出せるかということを考えています。点の凹凸のみで語られるメッセージ、限られた人のみが理解できるそのコミュニケーション手段は、アートへと昇華することで新たな表現となる。一つはその作品の中にメッセージ性が込められるってことだと思うんですね。パッと見は本当に記号的なものなんですけども、何を書かれているか、どんなメッセージが入っているかというところで見え方が変わったりだとか、感じ方も全然変わってくるので、理解することで印象が変わるアートを。だからこそ彼は文字ではなく点字で見るものに謎解きにも似た疑問を投げかける。よりインタラクティブに楽しんでもらうために、その五十音表みたいなものを渡して読んでもらうっていうこともあるんですけど、要はそのルールを共有できるかできないかっていうところで、文字と向き合って、それと作品の意図っていうのをうまくつなげていけたらなと思ってます。抽象でもあり具象でもある、それは文字と向き合ってきたからこそたどり着いた表現。やはり書道的な文字の中で何ができるかっていうところにすごく慣れているし、どの文字についても文字の背景とそのコミュニティの文化っていうのが必ずついてくるので、文字そのものが持つ魅力を感じて、作品を通して背景のコミュニティや文化にも興味を持ってくれたら嬉しいです。当たり前に使う文字ではないからこそ、よりシンボリックに、より深いメッセージを伝えたい。そんな宮村源が目指すゴールとは。文字としての機能、書くという機能を手紙であったりとか点字であっても文字の一つとして捉えているので、僕自身の作品を通して、そういう視覚障害者の方にその作品を見るという体験で、僕たちと同じその体験を知ってもらいたいというか、同じような楽しみ方っていうものをできるようなご提案ができたらいいなと思ってます。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は画家荒穂式のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。